こんにちは、カマンベールです。今回は異素材で組み合わせたワイヤーポニーの作り方ご紹介します。パーツを変えるとキッズ用にもおすすめです。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ではサイズの説明です。今回は3センチ ×70 センチを用意しました。後半チュール生地を組み合わせます。縦のカットサイズを変えるとこんな感じになります。横の長さはワイヤーと同じ長さにするとストレート、長さを倍にとってルーズ感を出しても可愛いと思います。薄手の接着芯を貼っていきます。接着芯を貼るとしっかりするのでおすすめです。今回は生地を返さないやり方でやっていこうと思います。両サイドを 5mm、 このように折り曲げていきます。アイロンを当てといてください。次にこのように折りたたんで端から 2mm のところをミシンで縫っていきます。このように縫い終えました。ワイヤーをご準備ください。ダイソーのカラーワイヤーを使っていきます。ワイヤーの長さはお好みでカットしてください。ワイヤーを通していきます。このように通し終えました。通し終えましたら端の部分がずれないように両面テープで固定していきます。反対側はワイヤーの3分の2のところで固定していきます。チュール生地もしくはサテン生地をご用意ください。サイズは6センチ ×30 センチです。先ほどと同じように折りたたんでいきます。ミシンで縫っていきます。縫い終わりましたらワイヤーに通していきます。このように内側に1回折り込んで生地と重ねていきます。こちらを糸で縫い付けていきます。パールビーズを通していきます。キッズには可愛らしいパーツを入れてママとお揃いにしても可愛いと思います。少し長かったのでカットしました。こちらもずれないように両面テープで固定していきます。これをつけるだけで一気に上品な仕上がりになるエンドパーツです。いろいろなデザインやサイズのエンドパーツがあるみたいなので皆さんお好きなものを探してみてください。セロハンテープでこのように端処理をしていきます。まず筒型のパーツを通していきます。その後先端のパーツをこのようにぎゅーっと押さえます。最初に通したパーツを入れてあげると完成です。こんな簡単で可愛く仕上がるのでとってもおすすめです。きつい場合はピンセットを使うとやりやすかったです。完成しました。素材や長さを変えてアレンジしやすいワイヤーポニーです。ぜひお試しください。最後までご視聴いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。